藤谷蓮次郎です。記憶旅行と題しました当チャンネルご覧いただいてありがとうございます。今日もまた私のおすすめする一曲ご紹介いたしますので、最後までぜひともゆるりとした気持ち、寛大な気持ちでお付き合いいただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします。で、本編に入る前にお願いを申し上げておきます。こうして動画をご覧いただいている方で、あ、そうそう、今日取り上げている藤谷が取り上げている曲は私も好きだったとか、あるいは多少参考になるところもあった、まあ、めったにならんとは思いますが、そういう方はチャンネル登録といいねの方をぜひともお願いいたします。それから、おっさんが一人で喋ってる姿が不憫だからちょっと背中を押してあげましょうという優しい心の持ち主の方はぜひとも同じようにチャンネル登録といいねの方をよろしくお願いいたします。それでは参ります。今日取り上げる曲は郷ひろみさんの言えないよ、1994年5月の曲です。カン・チンファーさん、トシミ・タカシさん、それから山本健二さんというトリオの曲なんですが、言うまでもございません。ひろみバラード三部作の一つです。そして、実はこの記憶旅行という私のチャンネルでも以前にも取り上げたことがございます。でももう一度取り上げてみたいと思う理由がありますので、その辺のお話をぜひとも、させていただきたいと思います。言えないよという曲自体は以前の動画の方でちょっとお話は、私はこういう印象を持ってますというお話はさせていただきましたが、今回取り上げるのはYouTube の方でですね、ひろみさんに、まあ、私はひろみさんだけじゃなく他のアーティストもですが、基本的にはいろんなものを見せていただいて楽しませていただいてるんですが、ただ私のチャンネルで取り上げるもの自体はできるだけ紹介、その曲自体を紹介したいとは思ってるんですが、ご本人たちオフィシャルなものとか、あるいはトピックっていって、まあ、YouTube サイドとこうちゃんとおそらくは契約が成り立ってやってるもの、以外は取り上げないようにしていたんですね。その権利が複雑になるといかんから、あくまで曲音源を売ったり映像を売ったりしてる方々を敬愛してやってる企画ですから、その人たちをこう嫌がらせるようなことはしたくないという思いがありまして、最近見てたらどうやらひろみさんのオフィシャルなものが出てきて、おそらく昔のミュージックビデオ等も、公開されてて、でそれをいくつか見てたんですけども、その中でこの言えないよ、まあ94年の頃のあの、まあ、今でも十分、まあ、奇跡的にかっこいい人ですけども、かっこいい、まあ、メイクの仕方とかもそういう感じだと思うんですが、非常に男前なひろみさんの映像が残ってまして、これが今公開されてます。でここのあの切ない、バラードがこのバリバリ美形のひょっとしたら女性を寄せつけないほど美しい美形のひろみさんの映像というのがあるので、こうしてご紹介しながらぜひともこの動画に貼り付けてみたいと、ここからご紹介して私のところから入っていっても、あの入る利益はひろみさんサイトの方に、まあ、ひろみさんご自身ということじゃなくてその管理する会社ということだとは思いますが入っていきますので、この映像をぜひともまた見て、皆さんと共有して、また郷ひろみさん、まあ、秀樹さん、五郎さんは頻繁に取り上げておき、おりましたが、なかなかひろみさん取り上げる機会が少なかったもんですから、またこれからも取り上げてみたいと。その中で本当にバッチバチに一番1990年代のひろみさんという映像が出てくるのがこれだったもんですから、99年とかになるとゴールドフィンガーとか出てきますから、あれまたちょっと違っちゃうんですけど、これの映像を見せたいがために今回は、見せたいがためにってヒロミファンの方はもう十分ご覧になってるんでしょうけども、私のこのチャンネルも今1500、600人まで来ておりますので、ぜひともそういう方々にも、特に若い人たちにも見てもらいたいと思って、今回曲の分析というよりもお話というよりもその紹介のために今回動画を出させていただきます。それでは、動画のお尻につけるか、あるいはこの欄外のところ、概要のところにリンクを貼りますので、ぜひともそちらをご覧ください。ひろみさんもまたちょこちょこ取り上げてまいりますので、ぜひともチャンネル登録といいねの方よろしくお願いいたします。今回もご紹介みたいな内容でしたがご容赦ください。またお会いいたします。最後までお付き合いいただいてありがとうございました。失礼いたします。